皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、何でもランキングのコーナーです。はい。今回のランキングは、既婚として驚く男性芸能人でございます。前回は女性芸能人について発表しましたが、今回は男性芸能人ということになります。はい。3位からいきます。第3位は、 まあこれは驚くかな。もう発表してますからね。はい。草薙剛さんです。はい。もう結構長い間交際してらっしゃって、結婚もう発表されました。草薙剛さんです。はい。草薙剛さんもね、前はね、あのミッドタウンの裏でね、なんか酔っ払ったりしてね、してましたけどもね、もう落ち着かれましたね。はい。<laughs> そんな話持ち出すなっていう <laughs>。 ことですけど <laughs> はい、次、第2位は、はい、えー、小島よしおさんです。はい、小島よしおさん、僕、かっこいいと思ってるんですけどね、顔は。はい、表情を、なんか面白くしてるだけで、真顔はかっこいいと思ってるんですけどね。この方は、あ普通に一般の女性と結婚されました。はい。はい。驚きますか私は驚かないですよ。はい。 あの人優しい人だと思いますし。はい。次、第1位です。知っている人いるかな知らない人も多,く多いと思いますが、まあ、知ってる人は驚くわけです。はい。ひょっこりはんです。ひょっこりはん。ひょっこりはんはですね、下積み時代からずっと支え続けてくれた女性と、 ご結婚されましたなんか泣けてきますねいい話ですねはい驚くだけでなく感動してしまう話ですねはいそれも含めての1位でしょうかはいということで3位から1位まで発表させていただきました「既婚として驚く男性芸能人」でございましたはい今回の配信は以上となります また別の配信でお会いしましょう。さようなら。